草壁久太郎から1953年は、日本の資産家、実業家、草壁紀仙、岐阜新宅各社長、16銀行取締役。草壁同族代表、岐阜県端間郡坂丸村の農家に生まれる、草壁吉右衛門の次男、北海道に渡り、諸州の業に従う、箱館で、米国、肥料、海産物商を営み、 傍ら海運業に職望する。しかし米相場の暴落に相失敗し、ついに閉店する。箱館に北海産業合主会社が設立され、同社海運部主任となり、大いにその手腕を振るう。1907年、同社を退く。1908年、草壁合名会社を組織して、自ら代表社員となり、船舶の代理売買及び賃貸を兼ねて傍ら、 運送業を営む。1911年、神戸に支店を出し、大いに業務を拡張する。第一次世界大戦時に、海運、船舶の売買などで財をなす。1917年、草壁株式会社を創立し、その社長となる。海運業や金融業以外にも、倉庫業、小規模ながら、油田や炭鉱も経営していた。太平洋戦争で、 海運業に使用していた船舶は一隻を除いて、すべて連合国の潜水艦などによって沈没させられた。また、太平洋戦争では、石油や石炭が重要資源であり、政府管理下に置かれて、戦争終了時点では完全に採掘が終了していた。倉庫も空襲で完全に破壊された。宗教は新州岐阜県在籍。住所は、 北海道函館市末広町、岐阜市米屋町。舞子ホテル洋館、草壁株式会社は草壁寄船に改称。現在は草壁建設株式会社となっている。神戸市にある舞子ホテルは草壁寄船芸品関係、草壁九太郎の別邸である。草壁九太郎が建てた岐阜市の住居券事務所や倉庫は2008年の第1回目の 岐阜市都市景観重要建築物に3つの建築物が指定された。第1回目には岐阜市の12の建築物が指定されたうち複数の建築物が指定されたのは草壁九太郎ゆかりのものだけである。愛知県名古屋市にある矢後と交渉寺には岐阜市の九太郎が建てた岐阜市都市景観重要建築物の一部が移築された。築水亭という名称になっている。 岐阜市には第1回目の岐阜市都市景観重要建築物の3つの建築物のうち1つが現存している。所有者は草壁家やそのゆかりの法人ではない。ありがとうございます。